食感くんと学ぶ静岡市のお茶カテキンと口の中編皆さんはお茶の葉に含まれる成分の一つカテキンを知っていますかカテキンはお茶の渋み成分ですちなみに苦味はカフェインという成分からそして甘みや旨味は アミノ酸という成分から来ていますこのカテキン、実は味を決めているだけではなく私たちの体にさまざまな良い効果をもたらしてくれることがわかっています今日はその中でもカテキンが口の中にもたらす良い効果について見ていきましょう口の中に関わるカテキンの良い効果としては 虫歯を防いだり、口の匂いを抑えたりすることが言われています。虫歯は歯についている虫歯菌によって引き起こされます。カテキンは、この虫歯菌が口の中で増えるのを防ぐ効果があります。また、カテキンは口の中の嫌な匂いを吸着して、口臭も防ぎます。 や口の中をきれいに保つことは全身の健康を保つことに大きく影響することが明らかになってきた現在お茶のカテキンは私たちの口の中から全身の健康維持にも一役買ってくれるすごい存在なのです。